京都へおいでやす。どうもミスター京都アッキーです。ただいまね、京都駅前をブラブラしてるんですけども、ブラブラしてたらね、ちょうどなんかね気になるラーメン屋が現れまして、二郎って入り口に書いてあったんですよ。多分新店やと思うんですけども、ちょっと気になるんでこれからそちらで食べていきたいと思います。それでは早速行ってきます。行くぜ、ゴーゴーゴートリプルゴー、レッツゴー。京都駅前の武田病院の近くになるんですけども、ザ・ジロちょっと気になるんでこちらなんですけども、今から行ってきたいと思います。うわ、ジロ系やな、これ完全にジロ系や。はい、はい、ありがとう。麺は並、野菜普通 300g、 背脂普通、タレ普通を注文しました。海鮮ペッパー、唐辛子、激辛唐辛子、カラカララーメン。ありがとうございました。うまそうですね、これ。それじゃあ、いただいていきます。うまい。うん、麻婆豆腐みたい。麻婆豆腐やわ。美味しく食えるレベルの感じ。うん、僕にはまだ辛さが足りない。ニンニクってないですか？ニンニク。あ、お願いします。麺はね、中太麺です。中太麺。もちもち麺で、もちもち麺で美味しいです。やっぱ噛みにくくなった方が、ニンニク入れたの？ちょっと入れた。ニンニク入れた方が断然美味しいです。
い時にね、この激辛の二郎で最後あったから美味しい。はい、お先に食品すいません、ご購入お願いいたします。チャーシューだ。これ、美味しいっすよ。チャーシューもトロトロで。徐々に汗が止まらなくなってきました。食べてるうちにこの刺激がね、もう快感に変わってきて、どんどん止まらなくなってます。メインはね、普通にしたんやけど、大盛りにしてもいいかなという感じ。この小巻きでのね、チャーシューがいっぱい入ってるんだけど、これが美味しいんですよ。ね、この刺激が癖になる。はい、はい、ただ順番にです。はい、美味しかったです。ごちそうさまでした。美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。京都駅前の新店、ザ・ジローっていうんですかね。とりあえず、まあ、ジロー系のラーメン屋がオープンしてたんで行ってみました。で、今日はあの辛いラーメンを頼んだんですけども、この暑い夏に刺激的で、もうむちゃくちゃ食が進みました。でもね、今口が痛くてね、ピリピリしてますけども、非常に美味しいラーメンでした。次はね、普通の二郎系ラーメンをいただいてみたいと思います。美味しかったです。ごちそうさまでした。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。最後までご視聴いただきほんまお気に入りです。京都や大阪に旅行へ来られる時の参考にしていただければ幸いです。これからもミスター京都うまいもん TV お頼申します。